ボリリョ内市、パンフランセスは、メキシコの伝統的なパンの一種だが、中央アメリカでも作られている。バゲットの一種だが、長さが短く、石窯で焼かれることが多い。1860年代に、マクシミリアン皇帝の調理師の一団によって持ち込まれ、芝叩く間に全土に広まった。長さはおよそ15センチメートルほどのオーバルで、 パリパリした表皮と身が本と言われる内側を有している。トルタとモレーテの主な材料である。表面に器具で付けられた切り込みがあり、ここから焼成中に水蒸気が逃げることによって表皮にストレスをかけずにパンが膨らむことを可能にしている。ボリリョのバリエーションとしてはテレラがあり、外見は非常に似ているが、通常はボリリョよりも柔らかく、 現在の流行では甘くなっている。その他のバリエーションには全流粉、小麦胚が甘などの代替材料で作られたボリリョスなどがある。ボリリョはバゲットのバリエーションであるが各地の言語を反映した呼び名がある。ユカタン州ではバラスとして知られる。グアガラハラ及びソノラ州ではビローティスと呼ばれサワードーで作られることが多い。メキシコ北部ではボリ,リスび パンブランコと呼ばれ、北西部ではパンフランセスと呼ばれる。シナロア州ではトルシードおよびビローテと呼ばれる。中央アメリカ、特にエルサルバドルではパンフランセスとして知られている。パナマでは似ているが長いタイプのパンがフラウタとして知られているが、これはパンフランセスがより薄くパリパリしているバゲットを刺すためである。ブラジルではパンフランセスや パンで猿として知られている。フィリピンでは別の似たようなバゲット派生のパンがパンで猿として知られている。ボリリョはメキシコとアメリカ合衆国の一部でアングロ系ないし、より一般的には色白の個人を示すスラングとして使われている。この使用法はグリンゴないし、ガバチョという単語と類似しており、地域や社会的な状況に応じて、 別称的な抽象になる場合とならない場合がある。より一般的な意味合いでは、プーロボーリオという表現で使われ、経路絵は英語のスラングのジルッチと等価である。ありがとうございます。